ちゃんまでございます。休み時間ですよ。のーみーでーす。いやいやいや、休み時間といえばね、あの靴下丸めてサッカーボールにしたりしてましたよね。あれが面白いんだよな。サッカー部では活躍できないんだけど、あれだと俺活躍できない。なぜならフィジカルの差がないからよね。テクニックちょこちょこしてたもんだからね。あとせこいから。ね、あれだとな、サッカーうまい子たちに結構勝てるっていうかね。互角にやりましたけどね。俺たちのブルーロックでしたけどね、あれがね。楽しかったなぁ、なんつって。ねえ、そうでございましたけれどもね。今日は何の話しましょうか、うん、ということですけどもね。そうだね。いや、ブルーロック超面白いね、漫画読み直してんだけどね。いや、いいよね。なんか敵と味方が入れ替わっていくのがあれ斬新よね。いや、めちゃくちゃいいよね。そしてそれがサッカーのあのね、なんていうの、マリアージュみたいな考え方もいっぱい出てきてね。覚醒とかなんかこう、うんうん、昨日の敵は今日の友だけど、うん、ね。ドラゴンボールとかだとそうなんだけど、その後また敵になったりするでしょ？あるね。あれが面白いのよ、またね。そうだね。で、またなんていうの？ライバルキャラクターが主要キャラになるのは、これもう漫画の常套手段ですけど、それがもう一回敵になったりとかね。二回言ったね、俺。舐め直した。ブルーロック方式ですよ、これは。はい。すごいわ。いや、ほんとだね。ねえ。見ちゃう見ちゃう。ね、とはいえ、20なんか出てますけど、私ね、まだ11巻ですけどね。おお、でも結構来てる。11巻のやつが語ってますよ、こんなに。すみません。ありがとうございます。いやいやね。いかがお過ごしでしょうか、つうことで。ほんとだね。ねえ、まあ、終盤ですけども、先生ね。はい。これオフに入っていくみたいな。うん、まあ、もちろん終盤盛り上がって、そんな話でさ、しばらくこうガーってなって、はい、その後はワールドカップだから。そうですね。でもその間のこう話題をさらうのって何でしょうね。最近はまあ俊介さん引退、うん、カズさんも動くんじゃないかみたいなね。そうよね、あるもんね。そんな話があったりしますけどもね。まだまだいろんな話出てくるんですかね、うん、そうだね、まあ、ちょっとワールドカップっぽい話ではあるんですけど、なんですか、あのまず一つありそうなのが、はい、日本の発表から11月1日じゃないですか。あ、メンバー発表ね。メンバー発表、はい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 、あのちょうど今日の収録してるついさっきですけど、はい、あの JFA さんもう10日前なのにもう YouTube のあのもう予約作りましたけどね。ああ、張り切ってらっしゃる。いやと思いながら、そう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 、あれって意外とね宣伝になりますもんね。そうなんですよね。はあ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 、びっくりしたのが作った瞬間に4人待機になってましたね。俺も作っとこうかな。5年後のね生誕祭の。まず来年の作ってくれよだったら。何人待機してくれるのかちょっと見たいじゃない。確かにな。消しちゃってもいいじゃない。ああ、ちょっとそうだ。話挟むようであれば、はい、昨日聞いた、うん、おまんじゅうの話、先生。あ、はいはいはい。運動会並びに終業式、終業式とかでお菓子をもらっていたかどうか、小学校、中学校で。あったね。これね、あの、問いに、投げかけに対してですね、昨日ですね、過去最高のこのトラチャンネルの、リアクションをいただきまして、うん、ほぼ全ての方が、先生、うん、おまんじゅうをもらっていたと。そういうことなんですよ、先生。東京でもね、あの兵庫でもみたいな、あ、皆さん出してくれましたよね。そうなの。いやいや、でもそれは知らないって方もいらっしゃった。だからそれぞれですね、これね。そうだね、はい、いや俺も確かにその話した後になんか、うん、記憶掘り返したんですけど、はい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 、俺自身もらった記憶は正直なかったんですが、はいはい、あの教え子の子たちでもらってた子もいたな、はい、あ、塾の先生やった時ね。そう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 、それちょっと思い出、ああだから地域によってあるんだろうなとかないんだろうなとかってのは、運動会の日の紅白饅頭、あれもうみんなやってんのかと思いましたけどね。でもやっぱ大人だと思うのはね、地域の経済をね、うん、みんなで増してたんですよね。いやー、そういうね、指定の体育着はここで買ってくださいと。ね、いや、なんで体育着のお店ばっか儲かってみたいなね。うん、じゃあパンはここで入れましょう、給食でとかね。うん、お菓子はね、毎回このタイミングで配りましょうよと。あったんじゃないですか、やっぱそうやって。そういうことですよね。コミュニティってそういうことじゃないんですか。そうだね、うん、きっとね。ってなると先生がおまんじゅうもらえなかったって、どう、食べちゃったんじゃないの。なんでやねん。でもらえなかった方の私を知らんという方お待ちしますよ。そうですね、待ってはお願いします。すね、JFA がもう早くも出してたっていう話ですよ。そうよ、おまんじゅうを。おまんじゅうを、ね、JFA まんじゅうをして、青いまんじゅう欲しいですね。アウェイとホームの青白まんじゅう。チャンスですよ。皆さん、お茶の水のお菓子屋さん、チャンスですよ。欲しい、ワールドカップの日に。やば。ちょっとスライムみたいなね。ちょっと食べてみたいよね。確かにな、うんうん、怖いけどいいな。あ、でも今あのワールドカップ話題になってる、うん、なってないで言えば、うん、ちらっとなんかネットニュースで見ましたよ。青いだるまをね、うん、塗ってますとか、
業者さんがワールドカップ仕様のね、はあはあはあ、こういうことですよ、やっぱりね、ニュースっていうのはね。そうね、もうすぐ世界からね、タコのパウル君的なね、誰か出てくるな、出てきますよ今年。当てちゃいましょう、予想人間のマー君がここにおったわ、新しいパウル君。予想人間のマー君が違うんですよ。パウル君的な何が出てるくるかを予想しちゃう。予想そっちよね。なんでしょうね。まあ AI とかは違うんですよ。もっと AI じゃガチすぎますからね。ガチすぎるんですよ。もっとなんかあれですよ。予想、ね、予想コオロギとかそういうやつですよ。コオロギ何回跳ねたかとかね、そういうのでやっていくんじゃないかな。カワウソとか出てきてほしい。じゃあですね、予想水すましとかね、すごい。水すましって何何。早くしなさいよ、代表の話を。何の話だったか、あんま覚えて、あ、そうだそうだ、覚えて、はい、あれね、はい。あれね、あの、11月1日にその日本代表が発表されますけど、はい、これあの、世界統一フォーマットでみんな11月1日に発表じゃないんです。ああ、びっくりした。そうなのと思った。そう。あの、で、今、とりあえず出たのが、うん、あの、日本の対戦相手だったのはドイツが11月の10日に発表なんですよ。はい、あ、はい。ワールドカップ始まる、1週間ちょっと前にやった発表みたいな。あ、それでもいいんだ。登録期限とかは。まあ、だもうちょい後なんじゃないですか。日本はそんな早く発表、あ、でもした方がやっぱりあれか。あの、というか逆に日本、いいそう、うん、日本の場合はそれで呼んで、リーグ戦最終節がそのね、5日とかにあると思いますけど、うんうん、終わって直後にもう国内組は飛ぶんですって。あ、そう。うん。休息なしで行くために。日本は何日発表でしたっけ？ 1 日でございます。あ、ごめんなさいね。はいはい。ごめんなさい。そうそう。もうあの、だから大枠は決まってるしってところもきっとあると思うんですけど、うんうん、だから各国の発表が日本の後に大体行われるので、うん、だそこがちょっとだから、ああ、ここはこうなんだとかってのでは、まず盛り上がりが一つ、僕はあるんじゃないですか。ああ、そうでね。確かに。うん、続々発表。うん、はあ。なるほどね。そうですね、うんうんうん。あとやっぱり単純な話ですけど、やっぱり移籍の話題は例年よりもちょっと長めに出てくるんじゃないのかなと。J リーグ？J リーグも、そして海外に対しても。そうだね。特に海外はワールドカップ終わんない限りはちゃんと始まらないので。ああ、まあそうだね。そう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 。そう考えると、最初は国内で一つの盛り上がりがあり、みたいな流れになるかもしれない、ね。ワールドカップは何が話題になるかね。そうだね。ジャッキー・チェンが見に来ましたとかね。各地域ね。あるかね、なんかね。でも確かに今、マンさんが言ったようにというか、うん、あの各地域 の, その主要な方々が見に来られるってケース、僕、今回高いんじゃないかなと思ってて、いわゆる今回ワールドカップに出る国じゃないところの、いわゆる主要な皆さん。うん、あら、だって、カタール外交？そう、だって、うん、次出られる可能性あるわけじゃないですか。あー、なるほど。うん、1.5 倍になるわけだから。はい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 。じゃあ先にワールドカップって言ってどんなもんか見に行こうかな、みたいな。見ちゃおうじゃないかと。うん、あるかもしれないですね。なるほどね。ちょっとね、皆さん、全然話変わるんだけどね。あの、遅ればせながら、オールアナッシングね、アマゾンプライムのみんな入ってるでしょ、アマゾンプライムビデオ。ね。アーセナル編。2話で止まってたんですけど、3話、4話ぐらい昨日見たんですよ。超いいね。あ、そうなの。超いい。もう、ミケル・アルテタ大好きになりますね。うわー、そうなんだ。人間臭いし、そのモチベーションのベンチがめっちゃ映るんです、ベンチが。ロッカールームですか？うんうんうん。いろんなね、趣向を凝らしてモチベーション上げるんですよ、彼が。うん。そのワンシーンをご紹介しますと、はい、ちょっと連れてきちゃいました。彼は皆さん、これから試合ですけども、リバプールとの、ね、うん、ここであんま勝ててませんよね、と。うん。ただ皆さんちょっと今日は彼をお呼びしてまして、もう太っちょのおじさん連れてきて、うん、アーセナルジャージ着てるんですよ。彼はカメラマンのおじさんですと、うん、彼は我々に帯同して写真を撮り続けて、ね、オフィシャルのカメラマンも30年になりますと、うん、彼に試合前のスピーチをお願いしますつって、うん、もうこん、どうも私はおじさんですと、ね、こういうキャリアでやってまいりました、あなたたちの先輩もたくさん撮ってまいりましたね、うん、その中でいろんな思いを持って撮ってまいりましたみたいなことを言うんですよ。熱い思いをもう泣き出すぐらいの、うん、それをね、面白い感じのおじさんなんですよ、ちょっとキャラが。でもね、全員真面目に聞くんですよ。誰もピクリと笑わないで、うんうん、でそのスピーチが終わってね、まあ内容がちょっとネタバレになっちゃうんで言いませんけど、全員もう泣き出さんかの
ばかりのテンションでその彼と抱き合うんですね、全員が。オバメヤンを中心に。うん。それでわーって燃えるような魂で出てて少女を勝ち取ってくるんですよね。うわ。そして、彼と抱擁して彼が撮った写真が最高の写真なんですよ、カルムの。そのね、シーンがとってもいい。リバプール戦じゃなかったかもしれない。うん、ね、すごくいい。俺がどやるとこじゃないですけど、すごくいい。じゃ眠れなくなっちゃったもん、昨日それ見てたら。で、もちろんその中にトミーもいるわけですよ、トミーも。いや、トミヤ選手ね。ね、アルテタがいつもモチベーショントークをするんですよ。で、テンポ早い時もあるんですよ。で、みんな素直にやるんです。はい、みんな手をスリスリしましょう、みたいな。さあ、思い出せ、こんな日々、あんな日々、みたいなね。で、このパワーを両手に集めて、両手につないで、バブルを作るとか、よくわかんないこと言うんですよ。ちょっとスピリチュアルっぽいこと言うんですよ、アルテタが。みんなでも場面を中心に、もう、ピクリとも笑わずに、真剣にやってるんですよ。みんな可愛いの。ほんと中学生みたい、言うこと聞く感じが。トミヤスもやってんだけど、アルテタの喋り早いんで、たばれ、分かってないのかなと思って。1年目のね、時の富山さんです。あ、そうだよね。どうなんだ。あ、でも、もういてんのか、そのぐらい。ヒントとロイデンからいてんだもんね。うん。ね。ちゃんと聞けるでんっていうことですか。終わります、もう今日これ。いやいやいや。いや、で、ちょうど、なんでその話したかっていうと、ジャッキー・チェーンって僕、うん、くしくも言ったじゃないですか。うん、もうアーセナルずっと見てて、たまに富山さんが上半身裸とかで出てくるんですよ。ロッカールームで、はいはい、ちょっとブルースリーっぽく見えるんですよね。一人アジア人がいて、で、向こうでね、一流のアジア人だから、ね、ブルースリーっていうのはジャッキーチェンの師匠ですかね。あ、そうなんですね。師匠っていうかジャッキーチェンブルースリーに憧れて、ね、ブルースリーに足りなくて自分にあるもの何か、じゃあユーモアだと、ね、あれにユーモア顔芸を足したのがジャッキーチェンの芸なんですね。あ、いやーとか言うでしょ、足挟まれてるでしょ、かっこいい。あと、それもジャッキーチェンの芸なんですね。はあ、また来週。俺が勉強したって終わったじゃないですか。難しいな。そうなんですよ。知れました。僕見てみよう。まずオールアナッシング。いや、オールアナッシングは面白い。ユベントス編も面白いし、ね、やっぱサッカー選手いいね。なんかいい。あれはいい番組だ。いいね。あれはだからもう J リーグ全部やってほしいな、ああいうのね。オールアナッシング。あの岡山のやつどうなんだろうね。そういう感じなの。あ、ダゾーンでしょ。もっとヒストリーな感じだから、ああいう見なきゃね、早くね。シーズンを追ったやつじゃないのかな。あれね、あの各チームでイヤー DVD 出してそれでね売ってますけど、あれちょっとダゾーンに1年遅れてもいいんで流してくれません？流してほしいな。1年遅れたやつはもうソフト代売れませんよ。そうだね。なのでもうそういう意味でも今年の売る意味でも、うん、去年のやついいですか？いやー、そうだな、ね。特に僕、張さんのやつ見たいんでいいですか？いやー、見てーなー。ね、全部ダゾーンで見れませんか、それは。去年のウィンウィンだと思いますけどね、それね。そうだねー。でもあれか、すっちゃってるところの販売元とかあるからね。まあそうですね。難しいね。あの前半半分だけでいいんで見れませんか？ネガワークは今年の全部見れませんか？画像制作でできませんか？見たいよね。そうですね。見たいね、うん。人間が出ますもんね。あれでも相当撮ってないと無理だからね、あのクオリティは。でしょうね。もう毎日毎練習全部撮ってないといけないでしょ？ね、監督カメラ、選手カメラ。ね、怪我人カメラ全部撮ってるわけですよ。あんな素の顔撮ってるってことはもうずっと撮ってるってことですよ。そうだね。ね、いや。だってあのさ、アンフィールドは要塞って言われるじゃない、あの、プールのアウェイのロッカールームはちっちゃいのよ。あ、そっから。はい。へえ。アウェイのロッカールームだから要するにアーセナルが入れられる部屋ですよ。うん。あんなね、近代的っていうかさ、まあ古いんだろうけどさ、うん、でっかいスタジアムのアウェイのアーセナルのロッカー、こんなのみたいなとこよ。しかも監督が全員に話しかけない、られにくいような、話しかけにくいような構造になってるんですよ。あ、そう。要はこの字、この字型になってんだけど、真ん中にもあるの。要は背合わせに座るような駅のベンチみたいなのが、そこに座るから、アルテタもんで、そこが壁みたいになってるから、アルテタも左右に動きながらみんなに喋ってるのね。そういうのを防ぐために丸くなってるわけじゃん、最先端のロッカールームっていうのは。だからそこは直さないんだよ、アウェイは。だから始まってんすよ。なるほどな。だからね、そういうの一つ取ってもアウェイってなんだなみたいな、わかんない。ごめんね、ホーム映った時同じだったら。いや、そんなはずないと思うんだよね。ないと思うね。ねえ、うん、
そういうのもちょっと垣間見れちゃうんだよね。なんか日本ってあんまりホームアンダーウェイそんなに関係ないって言われたりすることもあったんですよ。はい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 。あの他の国の方がいわゆるホームアンダーウェイっていうのを色濃くデータ出るって。はい、そうですよね。だ日本ってちゃんとこう統一規格で作るじゃないですか。もちろんそうですよね。どっちかのロッカーがちっちゃいなんてあっちゃいけないっていう考え方あるからね。だそういうところで差出てるのかもしれない、ね。もちろんだって県立国立だったらするじゃないですか。言ったら。そうね。そういうふうには作らないもんね。うん。確かに。なるほどね。手応えもっとあるかもしれない。酸素薄いとか。変のロッカー。酸素ちょっと薄いとか。ちょっと寒いとか。やるね。ちょっと。あるでしょ。ちょっとなんかやる。ちょっとシャワーので悪いとか。やるわ。2度低いとか。わかんないけど。ねえ、なんかあるな。あ、すごいな、始まってますな、それはな。いや、わかんない、そっか。そういうことか。あって考えるとあれだな、絵を思い出す。そのおじちゃんがカメラマンのおじちゃん喋ったらホームでした、あれはね、ごめんなさいね。そうそうそう。山田名シーンがあります。とってラムのやつ面白かった。シティのやつも最高でしたよね。でまだねユベントスのやつも途中なんですよ私。あ、言ってましたもんね、楽しみでございますね。ボヌッチとキエルディーニがいいんですよ。ちょっとなんかそういう師弟関係みたいな ね、 いいね。ベテラン選手がね、若い子を叱ったりするんですよ。うんうん、静かに食べろとか。なんでいいじゃんみたいな。うんうん、プロであれみたいなね、あるんですよ。いや、かっこいい。かっこいい、そうなんですよ。なんかそういうのがいいんです。うん、ネドベドがいつもしっかめっ面で練習見てるんです。大丈夫なのかい大丈夫みたいな。まあね、ちょっと最近、ユベントスね、そう、こう、優勝逃してるところもありますけど、ね。まあもちろんね、去年とかね、一昨年とかね、ロナウドいる時のやつだからね、まだ全然古いんだけどさ。コロナの時のやつだから、まあ、そういうところもあったりして。ああ、そういうね。なるほど、ね。なんかちょっとみんなに聞こうか、そういう、こう、あの、サッカー YouTube でも何でもさ、うん、サッカーコンテンツで最近、これは、聞いてみたいね、あんたらこれ見ましたかみたいなね。そう。ネットフリックスかかね、なんだっけな、アマゾンプライム、サンダーランドこそ我が人生っていうのも面白かったですよ。ああ、まあ言ってましたもんね。降格しちゃった1年追ったやつだっけな。ね、うんうん。面白かったし。あと、あれですよ。何ですか。ロナウドが、うん。オーナーになってやるやつ。あれね、バサドリーの。バサドリーの買って、みたいな、はい。あれも全部見れてないけどね。うんうんうん、あとあれが、またやってんでしょ、イビサ、イビサ、イビサ。うん。ねえ。いいよね。コモだっけ、イタリアの、うん。あれはね、すっごい中途半端に終わっちゃったんですよ。あ、そうなの。プロジェクト自体が終わっちゃったから。ああ。そうなのよ、コロナで。だから、その映像もすごい面白かったんですけど、終わっちゃったんですよね。イビサは、だって今、2部まで来てるでしょ、うん、来た。すごい。こっちはね。そんだけ見てるマーさんがすげえ。いやいやいや、かいつまんでね、かいつまんで。ああいうの面白いね。い見ちゃうね、やっぱね。いや、そうだよね。いやー、なんか俺はやっぱさっきちらっとも言いましたけど、去年の清水がやっぱすごい印象的に残ってしまっていて、おいおい、あ、やっぱロティーナさんが解任される時のやつですね。ゴンダさんとのこう涙の声、何も俺ができなくてごめんなんていう瞬間、俺も忘れられないというか。はいはいはい。だし、やっぱね、日本の、まあさっきも話しましたけど、まあ J チームのもそういうのたくさん見たいなってのありますよね。胸熱シーンですよね。やっぱね。歴史残るね。そうだね。いや、ってなると、やっぱり絶対あるのが、もう熊本対横浜 FC でしょ？あるね。俊介さんが最後、現役最後の試合でしょ？一応リーグ戦的には。そうだね。なんかあるでしょ。いや、絶対カズさん来るよ。いや、来るっしょ。来るっしょ。スケジュール的に行けるっしょ。行けたら来るっしょ、もうこれは。カズさん。やら、もう行けるっしょ、みんな来るっしょ。いや、そうだよね。集まるよ。木村和志さん、来るっしょ。いや、来るでしょ。来るっしょ。あと誰だ。ね。来るだろうな。あの辺のマリノス系の人から日本。いや、そうだよな。系の人から。ね。なんかセレモニーとか。でもまあアウェイだからな。でもアウェイとは関係ないぐらいの存在でもあるからね。うん、熊本さんも全面協力のもと、ね。ありそう。で、熊本さんもそういう歌い方した方がお客さん入るし、ホーム最終戦。そうだね。あ、でもホーム最終戦セレモニーがあるのか。それは大事にしなきゃいけないからね。そうだね。そんな邪魔になっちゃいけないからね。そうだね。そうか。いやー、ありますかね。まあでも日産スタジアムでなんかのイベントあるんでしょうね。まああるでしょうからね。やっぱり日産スタジアムでしょ。やっぱマリノス主催でしょ。まあおそらくはね。どうなんでしょうね、でもそういうのってね。で、横浜 SC とマリノスがこう共催でやるとか、ね。なるほど、うん。で、そこにセルティックも絡んできてとかが。なんかありえそうな、ね。ジュビロは？あ、ジュビロもそうですね。あれはエスパニョールは？
エスパニョールは絡まなそうな気がするね。レッジーナは？レッジーナも絡みそう。エスパニョールだけはなんかね、SNS の漢字見てても絡まなそうなんですね。そうなの？うん。それで全部だっけ？だと思うね。そうかな。だと思う。ああ、そうかな。うん。あとね、その J2 ワーカー、日曜日。ティアニー、ティアニー、ティアニー、これ。ティアニー、ティアニー、これ。ティアニー、試合あるからな。ちょっとそうだけどな。そっか、そっか。ティアニーもね、そのビデオの中で活躍してんのよ。怪我してるから、ティアニーが。ああ、そっか。その話もね。ねえ、うん、なるほどね。ティアニーはね、自分の、あの、飯作ってくれるやつと住んでるんですよ。ティアニー、ティアニーの三平がいるんですよ。そいつはメンタル的にも助けてくれてるみたいな話をするんですよね。で、それをティアニーが熱く喋ったら、そのね、まあ、同級生ぐらいのやつがね、いや、やめろ、いや、泣いてしまいそうだよっていうわけ、家で。で、ティアニーはね、僕は嘘は言わないよ。本当に思ってるから言うんだよってね、言うてましたわ。言うてました。うん。ところで、あの、昨日あの、汚い靴捨てといたけど、あれ何？俊介に笑ったんだから貴様って言って追いかけていくっていうシーンで、ね、そのシーンを、その週は終わりました。やれやれ、出てけてーっつって。もう知らない、のび太くんって終わってました、その日は。なんでバラエティー通りになっちゃうんだろう。どこ、さあ、どこまでがマジでしょうかということで。ちょっと教えてほしい、そんなね、なんかあったら教えてくださいよ、ね、はい、お願いします。すいません、なんかまとまりない話になっちゃう。どうしよう、サムネね。そうだ ね、 ね、これはまとまりないぞ今日は。これは難しいぞ。なんか一個取り上げるしかないね、これね。そうですね。まあ最後のこの俊介さんところのまあ下りが一つあったか。魔法の左足、その行方だね。ね、途中まで聞いてる方々は一体何残っちゃってるの？いつその話になるのかなっていう、まさかティアニーの料理人がね、捨てちゃったっていう話なの。魔法の左足はそこにも一個ってことですよ。そうですよ、大事に取ってありますよ、きっと ね、 ね、いやいや、あ、でもこれでもダメだな、本当にガチで俊介さんね、うん、好きだから、我々みんなもそうだし、そうだ、ね、こんな軽々しいのダメですよ、うん、どうしましょうってなってくると、うん、まああれですか、ワールドカップまでの盛り上げなのか、お伝えしたいことがあります。お伝えしたいことがあります。データは久しぶりに。勘弁ください、ご勘弁ください。こんな熟慮の末に今日のサムネになってますんで、お許しください、はいはい、こんな会議を我々は収録後に、はい、あのつらつらと数分やってたりします、もう1時10分に撮ってるから皆さん許してください、夜中なんですよ、いやないよ、ね、ありがとうございます、うん、ありがとうございました。今日お互いね、いろいろ働いてね、まあ、好きでやってますから、そんなね、もう勝手にやってんねやろって話ですけど、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ呼びかけましょう、何を、はい、ね、皆さん、どんなサッカーコンテンツ楽しんでますか、ね、うん、ジョーさんの YouTube、 トゥーリューさんの YouTube、ね、ゼルジョーさんの YouTube、 何でもいいですよ、うん、ね、リゼムを見てますとかね、そうだね、何でもいいですよ、ね、ブルーロックは私見てます、ね、そうだね、赤吉のイレブンを今読んでますね。昔の漫画ですよ、ね、あ、そうなんだね、イレブンを読んでますね。今ブラジルに青葉くんが渡ってねみたいなね、そんな話、ね、うんうんうん、してますから、お父さんのサッカーノート見つけたところですみたいな話を、ね、エリアの騎士を読んでおりますみたいなね、今ね、うん、いやいや、合わせた、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。なんかすいません、今日はもろもろこんな日もありますよ、ね、ありがとうございました。明日はそしてルヴァンカップです、うん、そういうことです、はい、ね、はい、そしてトークライブやります、はい、グッズショップやります、はい、お願いします、お願いします。いや、先生お疲れでした、今日もね、はい、今日もお疲れ様でした、ありがとうございました、じゃあね。ありがとうございます。すいませんね。